スクリーンで。小学校の頃の話です。オイラが行ってた小学校のそばに竹林があって、そこには怪しい人が出るから行っちゃダメですって言われてたのね。俺は結局行かずじまいやったんやけど、結構周りは行ってる人が多くて、みんな、変な小屋があって不老者が住んでる、とか、小屋があって扉がどうしても開かない、とか、まあ要は木造の古い小屋が一つポツンとあるってみんな共通して言ってました。いつの間にかその小屋に行った、という事実は、勇気のあるやつ、のステータスみたいな感じになって悪ガキ連中はみんな行こうとしてた記憶があるっす。である日、王ってやつと優ってやつが二人で、行こう?って話になったらしいのね。両方一応友達だったんだけど、まあ行くやつはもうみんな行ってて、今さら行くのはいわば遅ればせながらって感じやったんやけど、放課後やったかなー、記憶曖昧ですまん。とにかく放課後二人して行ったらしいです。通過行きました。この辺は後で人捨てに聞いた話と俺の想像。とにかく小屋に向かった二人は、深い竹林の中を例の小屋探して歩きます。遠目には小さい竹林やったのに、ちょっと入ったらすごい暗かった記憶があります。あれは不思議やった。そんで二人、小屋は例のごとく発見したらしいです。ですぐ入ってみようって話になったんやと。木造の扉を開けて中に入ったんですが、先に入った優が、うわ、やべ。って思ったらしいです。中で人が首吊って死んでたんやと。そんでどうしようとか思ってたら、突然後から入ってきた王がすごい声で叫び出したらしいです。お母さん。って、叫び続ける王を置いて優はダッシュで逃げたらしいです。そん時俺は学校のグラウンドでみんなとドッジボールか何かやってて、そこへ優がダッシュでやってきたんすよ。グラウンド越しに見える竹林の方角から、めっちゃでかい声で、王のおかんが死んでる。って言いながら、あん時は凍りました。その日はすごい騒ぎになったと思いますがよく覚えてないっす。とにかく王はその日から学校来なくなってそんで結局一度も顔出さないまま転校していきました。ここまでは記憶の限りマジ話。多少の間違いはあると思うけど、問題はここから、ありがちな話っす。あの小屋に幽霊が出る、って話になるんすよ。その自殺以来本当に行く奴はめっきり減って、みんな行きもしないのにキャーキャー言ってました。まあ俺もそうか。当時物知りの方だった俺は首吊り死体が凄まじい状態になるって何かで知ってたのでそれを詳しくみんなに話してました。面白半分に、みんなまたそれを聞いて騒ぐわけですよ。首吊り女の霊が出る。って、そんである日、また別の友人 S に誘われたんすよ。お前、そんなに霊に詳しいんやったら見に行かん?って、俺はビビりだったんで速攻断ったんですが、後で話を聞かせてもらう約束はしました。S は結構仲間内でも悪い方で、奴なら本当に行くと思ったので、そんで何人かで本当に放課後霊の小屋を見に行ったらしいです。次の日、学校に行った頃には俺はもうそんな話すっかり忘れてたんですが、S がその日すんげー暗かったのね。いつも騒いでばかりの問題児が、それで俺も昨日のこと思い出して、本当に行ったの?って聞いたんすよ。そしたら、うん?ってそれだけ、いつもなら自分から、ガーって喋るわずの S がすごいおとなしかったんで、これはマジで出たか?って思ってその日一日 S にべったりくっついて根掘り葉掘り聞いてたんですよ。昨日小屋で何があったか、を、今考えると嫌なガキだな。ところが何聞いても教えてくれない。何か見たの?には、うん、って言うけど、何を見たの?は答えてくれない。たとえはったりでも、すごい顔した女の幽霊見た、とか言うじゃないですか。俺はもう、S は本当に幽霊を見たんだ。って思って興奮して、どんな幽霊か、どんな感じしたのか、って結局放課後までずっと聞いてました。そしたらついに S が、誰にも言うなよ。そんであそこには絶対行くな。って言い出しまして、そん時俺がどんなに嬉しかったかはわかると思います。S が言ったのは一言だけです。扉開けたら中にすげえ声で叫んでる王がいた。って、オチらしいオチはありません。S はその後二度とその話はしてくれないし、俺も面白半分で人に怖い話をすることは減りました。小屋のあった竹林は潰されて今は筆ペンを作る工場が建ってます。
転校していった王がその後どうしてるかは誰も知らないし、俺は一回だけ見せてもらった王の妹の顔を時々思い出すだけです。これが俺が小学校の時あったシャレにならない怖い話です。多少脚色は入ってますが、大体事実です。何か怖い話を求めてた皆さん少しは満足されましたか？